ポケカ最新弾超電ブレイカーのピカチュウ EX デッキがヤバすぎる。イエーイ。はい、皆さんこちらです。そしてイズミンです。よろしくお願いします。イエーイ。それでは本日なんですけども、はい、ポケカ最新弾超電ブレイカーのピカチュウ EX デッキがヤバすぎる。はい、ということでございまして、こちらですね、未来ドン EX ということで、以前作ってね、まあ、なんか微妙だなっていうことになったんですよ、うん、ただ今回はその改善点を含めて多分ピカチュウデッキもこれでいいんじゃねえかなみたいな、おお、机上論では完成したので、うん、本日はちょっとこのね回してみて、どれほど環境に食い込んでいけるかやっていきたいと思います。ポケカしようぜ。今回はよ、お前のために大人気ポケモン、うん、おそらくこの世で一番人気のあるポケモンを連れてきたよ。なんだろうな、何タックかな。え何タックかな。何タック、何タックかな。ゴルダック、プルダックかも。プルダック、誰だよ。プルダックはなんか韓国のなんかあれじゃなかったっけ。知らない。最初はグッジャケポイでしょ。先行えい、いいら、おー、あー、ポケモンいません。ポケモンいます。いません、いません。いいよ。じゃあ1枚ね。じゃあ1枚ね。ズーズー、チーラ、いましたか。じゃあ1枚ドロー。助けて。まあ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 、はい、ポケモンゲットだぜ。ライコーブイ、コイル、アガエクリザードン。みんなライコーブイというポケモン知ってるかな。大きな博士教えてください。このポケモンはコーナーで差をつけるポケモンじゃ。コーナーで差をつける。コーナーで差をつけるポケモンじゃ。どういうこと。瞬速って技を持ってるからの、うん、瞬速といえば小学校の頃にテレビ CM で見て買いたいって思ったけど、うん、まあ、結局ナイキに落ち着くポケモンじゃ。だからこのライコーナイキなんじゃの。あ、そういうこと。ライコーナイキになってるだろ。まあ確かに。このライコーはナイキコラボなんじゃ。ナイキポケモンじゃってこと。そうじゃ。はい、わしのターンドロー。適当なことばっかり。一旦瞬速使いたいと思います。はい。このポケモンがバトル版になるのは自分の番に1回使えます。山札1枚ドローできます。こちら、なるほど。札2枚切ってハイパーボール。はい。持ってくるのはミライドン。うわ、出た。ミライドン、タンデムユニット使います。タンデム持ってくる。タンデムユニットで持ってくるのはスノカイナかな。とコイルにしようかな。コイルでシャッフル。ミライドンにします。でミライドンタンデムユニットでコイで、ミライドンタンデムユニットでピカチュウ持ってきます。ピカチュウ、さあポケモンが並びましたよと。ベンチみっちみちだ。どうぞ。雷光部位に雷エネルギーつけまして、ターン終了。はい、ドローということで、仲良しポフィーン。HP70 以下の種ポケモンを2体まで選びベンチに出すということで、トカゲ、そしてポッポじゃな。はい。ブツー。そして、炎エネルギーを人影につけ、ここはターン終了。はい、俺のターンドロー。じゃあ、ゼロの大空洞を張りたいと思います。何？自分の場合テラスターのポケモンがいるプレイヤーはベンチに出せるポケモンの数8匹になるということで、ピカチュウがいるのでこちら8匹になります。なんてこった。で、輝く月光画を出したいと思います。で、1回瞬速とか、はい、1枚ドローします。1枚ドロー。なるほど。いや、なんじゃもかな。なんじゃも。他のプレイヤーはそれぞれ自分の手札を全て裏にして切り、山札の下に戻す。その後それぞれ自分のサイドの枚数分ドローということですね。はい。6枚。こちらも6枚。シラ、なるほど。わー、じゃあネストボール使いたいと思います。はい、ラティアス EX。 わー、さらにネストボール。持ってくるのはテラパゴス EX。 いやー、これで合計8体ですね。なんてこった。大空洞もみっちみち。そうです、大空洞みっちみちなりましたと。これがいいな。大空洞もみっちみち。はー、こんな村嫌だ。はい、全然かそってない。そっすね。隠し札にしよっかな。エネルギー1枚切って2枚ドローします。はい、1枚、2枚。おっと、大光部位逃げます。逃げる。ミライドン EX 前へ。はい、逃げ根はゼロになってます。ラティアスね。あ、そうだよね。スカイラインで。スカイライン強い。で、ターン終了です。はい、じゃ
ゃあドロー。ここは1キギスを出しておきたいと思います。はい。そしてサポートペーパー、グッズとポケモンの道具を1枚ずつ選び、相手に見せる手札に加えるということで、不思議な目、はい、そして森の封印石かな、はい、さらに手札2枚切ってハイパーボール持ってくるのはちょっと EX ということで、引いてきた不思議な目を使い、ベンチのポッポがピジョット EX に進化。そしてメッセージ。好きなカードを選んで、ティーチャーに持ってきます。持ってくるのは、不思議な飴。ということで、さらに不思議な飴を使い、ベンチの人影が、リザードン EX に進化。そして、煉獄支配。山札から、炎エネルギーを3枚まで選び、自分のポケモンに好きなようにつけることができる。1枚をリザードンに、2枚ピジョット EX につけておこうかな。はい。どうぞ。はい、ということで、ここはターン終了。はい、これがターンドロー。じゃあミライドン下がって雷光部位前へ、はい、これも逃げ値がゼロになってます。はい。で瞬速使いたいと思います。1枚ドロー。雷光部位に雷エネルギーを張りまして、はい、ボスの指令ピジョット。はい、知ってます。はい、やると思ったよ。でも技宣言かな。はい。ライトニングロンド、20ダメージ素点でお互いのベンチポケモンの数かける20ダメージ追加ということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 なので 240×2 の480ダメージでピジョットを倒し切ります。最後2枚引いてターン終了。ということでリザードン EX が前に、はい、ドロー。人影をベンチに出したいと思います。はい。そしてキチキギス EX の逆手に取る。前の相手の番に自分のポケモンが気絶していたなら、自分の番に1回使える。山札を3枚ドローということで、1枚、2枚、3枚。なるほど。じゃあここはもう1体ベンチに人影を出し、このエネルギーをつけておいて、普通に技宣言かな。リザードン EX のバーニングダーク。サイド2枚取られているため、60ダメージ追加で240ダメージ。雷光部位を倒します。雷光部位やられます。サイド2枚ドロー。ピカチュウ EX 前へ。はい。じゃあ俺のターンドロー。赤松使いたいと思います。自分の山札からそれぞれ違うタイプの強エネルギーを2枚まで選び、相手に見せ、どちらか1枚を手札、どちらか1枚をポケモンにつけるということで、鋼と草エネルギーですね。はい、どうぞ。で草エネルギーつけて、鋼エネルギーを手張りしたいと思います。はい。1回タンデムユニットかな。いやー、コイル出しておきたいと思います。はい、どうぞ。じゃあ隠し札使いたいと思います。雷エネルギー切りまして、2枚ドローします。1枚目。なるほど。じゃあこのターンは終了します。はい。じゃあドロー。ここは夜回るを出しておきたいと思います。はい。そしてこのエネルギーをさらに人影に手張り、でサポート剣打ちます。ボスの指令バテグルのはラティアス EX にしようかな。はい、ラティアス EX 前へ。はい。ここ倒しておけば逃げ値が発生するようになるでしょうと、ということで技を宣言します。リザード EX のバーニングダーク、240ダメージ。はい、ラティアスやられます。サイド2枚ドロー。じゃあピカチュウ EX 前へ。はい、ターン終了。俺のターンドロー。じゃあピカチュウに雷エネルギーをつけまして、はい、パーかな。ポケモンの道具とグッズを持ってきます。ということで、はい、マキンキハチマキとネストボールかな。キャー。なんでネストボール使いまして、はい、キチキギス EX。 なるほど。どうぞ。元気ハチウマキつけまして、はい、まあ逆手に取るかな。先ほど僕のポケモンやられてるんで3枚取らします。はい。1,2,3枚。夜の単価かな。はい。で雷エネルギー持ってきて、はい、隠し札エネルギー1枚切って2枚取らします。2枚取ろう。1枚2枚。まあでももう技宣言かな。トパーズボルトで3エネで、リザードン EX を倒し切りますと。マキンキハチマキで330ですね。はい、最後2枚取ってターン終了。人影を前に、はい、ドローということで、キチギギス EX 逆手に取る。3枚ドローします。1枚2枚3枚。手札2枚切ってハイパーボール持ってくるのはサマヨル。どうぞ。で夜回るがサマヨールに進化し、それいけカーストボム。自分の番に1回使えて、使ったならこのポケモンを気絶させる。バイバイサマヨール。そして相手のポケモン1匹にダメ感を5個乗せるということで、コイルに5個乗せてください。コイルに5個。はい、はい、どうぞサイド1枚取ってください。
はい、サイド1枚取ります。ということでサイドの枚数が変わったのでカウンターキャッチャー。なるほど。はい、ということでダメ感の乗っているコイルを前に。はい、ダメ感の乗っているコイルを前に。はい、ということで頑張ってつけておいたエネルギーがここで生きる人影の火を吐く。30ダメージ。はい、コイルやられます。はい、ヘド1枚ドロー。人影だって頑張れるんだい。あ、終了。なるほどね。さあ、そっちはエネルギーないだろう。どうするんだ。ただレアコイルは嫌だ。レアコイルは嫌だ。はい、じゃあテラパゴス EX 前へ。テラパゴス、何か問題でも。いや別に。はい、じゃあ俺のターンドロー。ということで、テラパゴスにダブルターボエネルギー貼ります。持ってるの。そら持ってるやろ。また宣言したいと思います。ユニオンビート、30ダメージかける自分のベンチポケモンの数ということでございまして、1,2,3,4,5,6,7 体いますので210ダメージで人影倒して俺の勝ちです。お疲れ様でした。これがピカチュウデッキやはい、ということでございまして、ピカチュウデッキ、はい、ということでございまして、デッキ構成こうなっておりました。ピカチュウ EX が2枚、ミラドン EX が2枚、ライコー V が2枚、鉄のカイナ EX が1枚、レアコイルが2枚、コイルが2枚、イキリンコ EX が2枚、ケチギス EX が1枚、ラティアス EX が1枚、火曜月光が1枚、テラパゴス EX が1枚、ネストボールが4枚、ハイパーボールが4枚、夜のタンクが2枚、プライムキャッチャーが1枚、森の封印石が1枚、魔剣キハチマキが1枚、ナンジャモンが2枚、ペパーが3枚、赤松が2枚、ボスの指令が3枚、ゼロの大空洞が3枚、グラビティマウンテンが1枚、基本雷エネルギーが8枚、基本草エネルギーが3枚、基本鋼エネルギーが3枚、ダブルタブエネルギーが2枚という構成になっておりました。はい、ということでございまして、今回は、まあ、ミライドンデッキでね、ピカチュウデッキを、まあ、作ったんですけど、前も。で、それからかなりちょっと反省しまして、なんかこう、方向性がこう、なんか日もさっちも感あるな、みたいな、はい、そういったところで、なんかこう、いいデッキ1個作りたいなと思って、完成形という形だと思います。まあ、気をつけた部分で言うと、まあ、まずは雷光部位を2体用意しなければいけないという部分なんですよね。森の封印石を使うためにね、まあ、ポケモン V が必要なんで、雷光V が必要であるというね、ことでございます。そしてやっぱ苦手なドローソース、前回は確かミュウに頼ったと思うんですよね。そうだね、リスタートでね。そう、ミュウに頼ったんですけども、今回は雷光 V でね、1枚ずつドローでもできればいいのではないかということで、ね、3枚以上であったってできるよと、はい、できるということでね、まあ、瞬速やっぱ強いので、であと2エネで起動できるっていうところも、まあ、優秀なところかなと思いまして、そうだね、今回使ってみましたけど、森の封印石はね普通にデッキにあったんですけども、まあ、ちょっとあのペパーよりも赤松の方優先したりとか、相手の手札状況を見てなんじゃもちょっと優先しちゃったので、まあ今回は打つ暇がなかったといったところだったんですが、まあ、当然森の封印石も使えるといったところで、まあ、雷光部位は非常に優秀なのかなと思います。でやっぱり逃げ根はゼロにした方がいいに決まってるということで、まあそうだな、種ポケモンばっかりだしね。でラティアス EX がまあ非常に使いやすいのかなということで、やっぱ一でデッキに1枚こういうデッキには入れてもいいのかなみたいなところがありまして、ね、まあ、今回は入れてみましたけども、まあ案の定やっぱ強かったということで、かなり入れ替えがねスムーズだったんでね。そうだね、まあ、そこもね結構悩むとこなんですけど、ピカチュウがね、まあ、言ってもやっぱり特性が強いので、まあ、リザワンパン受けれますよみたいな姿勢をされちゃうとね、まあ、どうにもできなくなると、で、まあ、結構ね雷エネルギーを持ってるので本当はねもうちょっと早めにリザワンパン取りに行けてたんですけども、まあ、ちょっとあのタイミングはずれてましたね。そこはちょっと苦しいとこでしたけども、まあ、でもまあ雷光 V がいるおかげでね今回は、まあ、ピジョーワンパンできたので、まあ、そこもやっぱこのデッキのいいところだなと思いますね。そうだね。で鉄のカイナーがねワンチャンいらないかもしれないなというところがあっていやまあ強いですけどね、まあちょっとね、まあ、僕のまあミスかなと思ったところで言うと、まあ、ペパー赤松、まあじゃあボス3枚もそんなにいらないかなみたいな、だからそのエレキジェネレーター切ったんすよ今回。そうだ ね、 エレキジェネレーター必要だったかもしれんって思って、今更ながらね正直警戒してた。まあでもまあエレキジェネレーター自体はねピカデッキの時に入れてなかったんで、まあどうしよっかなって悩んだ末、まあ、今回外したんですけど、まあ、やっぱ雷光 V 鉄の回のミライドンって並んでるとエレキジェネレーターでたった1枚でひっくり返ってたはずなんで、
まあ、なんで入ってないんだろうっていうやっぱありました、それは、うんうん、ただ一方でテラパゴスがいるから、うん、あテラパゴスで殴ればいいじゃんっていうのもあっていや意外とさテラパゴスって意識から外れてたと思うんですよ、外れてた、うん、なんかいるなみたいな、なんかあった時のためのテラなんかテラスタルワッカなみたいな、そう大空洞、うん、維持するためのテラパゴスだと思ったじゃないですか、うん、絶対思ってた。このデッキね、まあ、よくよく考えて、うん、N1 枚で殴れるやついないんですよ、いない、まあコイルぐらいかな、うん、そうだね、あ一応まあ、うん、キリンコも殴れないことはないけど、あ軌道で殴れないわけですよね、うん、ただテラパゴスは殴れるんですよ、ダブルターボ1枚で、ダブルターボがあれば、いやこれねもうずっと持っててね、よしなんかしてきたテラパゴス行くぞって思って、うん、で最後の最後は忘れてましたけどあそうだテラパゴスいたわっつってでもまああ意外と最後の最後でテラパゴスがね8枚並ぶだけでもダブルターボでもそこそこ火力をやっぱ出せるんで、うんそうだね、まあ相手からしてもちょっとびっくりしたんじゃないかなって思いますけど、えマジですかみたいな、うん、で前回は確かねゼロの大空洞入れなかったんですよね、グラビティマウンテンメインでやって、うん、そうだね、そうで本当はねあのゼロの大空洞から最後グラビティマウンテンでピカチュウで狩りに行くってこともできたんですけど、あそれをしちゃうとねゼロの大空洞はキャンセルしちゃうじゃないですか、あそうだね、せっかくならそう、そしたらね多分負けてた可能性があったんで、うんうんうん、なんであえて負けん気ハチマキ見せて、あ、うん、負けん気ハチマキかーってちょっと思ったんじゃないかなと、うんうんうん、思ったね、そこでプラス30かーって思ってた、そうそうそう、やっぱね30足すって、うん、グラビティマウンテンで30減らすとは全く意味が違うから、そうだ ね, ねずっとそこに維持できるし、うん、何よりもスタジアムを張り替えなくて済むって言ったところが、まあ、かなり プラスな部分 で,、うん、で逆にこっちがじゃあゼロの大空洞崩されたら苦手になる、なんかきついんですかっていう話ですけども、うん、別にまあミライドンで展開したいだけであって、うん、別にまあゼロの大空洞キャンセルされたとて別にまあミライドンはもう消えてもらえばいいしとか、うん、まあ生きりんこ消せるしとか、うんまあ、そういったそのあんま苦手な部分ではないんですよね実はね、うんうん、展開力っていう意味ではかなり、先んじてるので、うん、別になんか問題はないかなみたいなところで、なるほどね、うんまあ、なんで基本的には5体並べ切っておく、うん、まあバトル版も含めると6体並べ切っておく、ベンチは埋めておくというのがこのデッキの、まあ、基本的な戦い方だと思いますんで、そこでちょっとテラパゴスを最後の最後まで隠せたっていうのはすごい気持ちよかったかなと思いますね、はい、まだちょっとね惚れそうだなとは思いますが、こっからは多分ね趣味の領域だと思います、うん、あの人それぞれの枚数とか価値観とかあると思うので、そうだね、これで割と僕はもうピカチュウデッキ答えなんじゃないかなって思っちゃいましたね、うん、なんかいろんなピカチュウデッキ作ったんですけど、うん、結構これが一番しっくりくるというか、回してて安心感があるというか、うん、あ何でもできるなみたいな、だからちょ雷目をこの8枚で運用するんだったら、まあ、草と葉がねちょっと1枚ずつ減らしたりとかして、うん、エレキジェネレーター2枚突破するとか、はいはいはい、まあ、そのあたりも本当に趣味だと思うんで、うんうん、まあそのあたりはちょっと皆さんで揉んでいただいてというところかなと思いますし、うん、また、あ、雷光 V 鉄のカイナー、まあ、このあたりの枚数含めて、あとは打点取れるポケモン、うんうん、草でもいいんで鋼でもいいんで、なんか打点取りに行けるポケモン、本当はね鉄のイサハ入ってたんですよね、あーなるほど、そう鉄のイサハで草エネルギーつけてリザー相手にみたいに思ったけど、もうピカでいいじゃんって、そうだね、もう、まあ、別になんならコトタリル盤面はもう作ってあるみたいな、まあでもまあレアコイルでね草鋼とか引っ張ってこれるんで、うん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 、でそこから鉄のイサハで殴りに行くってことも当然できるし、確かに、なんだったらラティと入れ替えもラティで入れ替えもできたりとか、うん、まあ、ゼロの大空洞で潰しとけばお邪魔にならないしとか、うん、なんか戦い方結構あるんで、まあ相性はいいと思うんですけどね、うん、相性はいいと思うんですけど、まあ今回はこういうデッキだったということで、はい、まあ、うん、結構強かったのかなと思いますね、はい、実際戦ってみてどうでした？ずっと相手のベンチみっちみちだなって思って、それでなんとかして一個ずつ崩していきたいなって思いながらラティアスを狙ってみたりとかいろいろやってみたけど、テラパゴス気づけなかったな、悔しいです。テラパゴスってさそんな強くないように見えて、やっぱダブルターボで殴れるって強いんだなって思いましたけどね、そうだね、だからこそ先行2ターン目だっけ、高校1ターンで使えないのか技が、確か、うん、そうだね、やっぱそれだけの実力はあったってことですよ、うん、うん、結局、ね、そこそこ打点やっぱ出るし、うん、ダブルターボだけで動けたらそれはまあ強いかっていう話ですからね、そうだね、はい、っていう感じだったんで、まあぜひ、まあ、皆さんもこのデッキ強かったんで使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでございまして、本日はここまで見てくださってありがとうございました。今回はピカチュウ EX デッキということでございまして、いかがだったでしょうか。
まあ、非常に強かったっすね、やっぱね。強かった。ピカチュウがさ、頑張りハート持ってるからさ、相手はこっちにリソース割かなきゃいけないっていう辛さがあったのかなと思いますね。そうなんだよ、うん、最後の最後は僕もね、結構自分の中で負け筋がいくつかあったんで、それ控えたら負けだったんで、うん、まあ、なかなかいいデッキにだから仕上がったんじゃないかなってとこですよね、うん、圧倒的に強すぎず、まあ、それでいてちゃんとこう、ため張れる戦術性があるというか、ね、まあ、そういうデッキとしては非常にいい形だったんじゃないかなと思います、うん、ということでございまして、本日はここまで見てくださってありがとうございました。ピカチュウ EX 強いし可愛いなとか、ピカチュウ EX のデッキにテラパゴスは参ったなって思った人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日はここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。